でここからダブルフィンガーだと間に合うダブルフィンガーダブルフィンガーしっかりとダズーのねダズーのメダル効果によって火力がお前白ひげ状態やんけお前やめてくれテナスどうもココナスですということでバウンジーラッシュ楽しんでいきましょう。今回は先日登場したオフィッサー系のメダルを使っていこうかなと思います。今メダル強化イベント来ていてもう星級メダルお作りになられたでしょうか。結構ダズとかダブルフィンガーのメダル相性がいいですし以前登場したミスター5やイスバレンタインとの相性もいいんですよね。基本的にどれ組み合わせても相性いいのでかなりいいんじゃないかなと思います。なんで今回はこの4枚を組み合わせてリーグに挑んでいこうかなと思います。ちなみに使用キャラはルッチとペローナを使っていきますんでぜひご覧ください。少し前の動画でチャカメダルについてやっています。今後もいろんなメダル来たら編成してやっていこうかなと思いますんでチャンネル登録グッドボタンめちゃくちゃモチベーションつながりますんでポチッとぜひお願いいたします。ということでどうぞ。はい、ではお願いいたします。頑張っていきましょうというところで今回はですねまずルッチを使ってでメダルはミスター15ダブルフィンガーでやってまいりましたんでお願いいたしますと。まあ感じといたしましては何まずダズでしっかりと火力を上げつつでまあルッチの特性でもまず火力を上げていくで、ミスター5でスキル2の6オーガンを貯める。でそこでまずこの2枚により破壊力を増していきます。で神エブシン状態によりゲッターモードになることによって、あそこごめんもう助けれないそれごめんさよならごめん助けれないよごめんめちゃめちゃ見捨てちゃった。でまあ神武神状態でしっかりと任せろ任せろ任せろはいあの旗を根こそぎかっさらっていこうという感じになりますんで、そういった感じでね任せろそこを助けれるよ OK、ね、この神武神状態とそうではない状態をしっかりと使い分けて、いい感じに、ちょっと頑張っていこうというようなね感じになりますんで、そういった感じで、よろしくお願いいたしますと。でまずはしっかりと火力を上げていくそこから始めていきましょうと。でいいそこの月あらばね旗をどん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 狙っていきたいなっていうこのまあアタッカーではあるもののしっかりとゲッターっていうこともねあるんでしっかり裏の旗をねちょっと月あらば狙っていこうかなと思います。で危ないこういうタイマーになるともうこれね火力上がってるんではいこれでダズのメダルによって今火力が上がってるんですよ。お宝以外に味方がいないとき火力が上がりますよっていう感じだったんでねそこは危なくてでもう一体ねこいつ分かってる分かってる任せるこれでしょえめちゃめちゃ当たるやん。めちゃめちゃ当たったやん。任せろ !6 オーガン火力満点マジ6オーガンがかなり気持ちいいよな。はい。で、今の状態だとミスター5は活躍してないんだけど、ただ6オーガンがね、本当に、あ、ぶんの、これブースト前にちょっと死ぬわけにはいかないんで、ちょっとまずここ生き延びようと思います、しっかりと。で、この状態でちょっと隙あらば、OKOK、ここね、味方、相手の人が全員上に上がってきたんで、ここでちょっと裏取りに行きたいと思います。さあ、こっからまずダブルフィンガー、ちょっと相手死んだのがきつくて、だこっからダブルフィンガーの力を見せていきたいと思います。ここ、神エブシン状態によるアタッカーだけども、そもそも脱出速度速いよ。で、ここからダブルフィンガーだと、間に合う、ダブルフィンガー、ダブルフィンガーめっちゃファインプレイちゃう、これ。ダブルフィンガーやん、もう。めちゃめちゃダブルフィンガーやん。めちゃさっき、だから、50倍かなったんで、ダブルフィンガーの力が発揮されて、そいつじゃない。さあ、待て。そいつずっと無敵、そいつずっと無敵。さあ、ダブルフィンガー。はい、デュースお願いいたします。っていうところで、メダルは、ミスター15、ゴールデンフィンガーですね。あ、もうゴールデンフィンガーじゃねえ。まあ、混ざっちゃった。ダブルフィンガーです。やってまいりたいと思います。それをお願いいたしますと。はい、まあ、しっかりとねルッチの強みをまず生かせていけたらというところなんですけれども、しっかりまず火力をねずし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 してってあげてここのゾロくん来てるねしっかりと火力上げこれ避けてオッケーオッケーやっぱねあれスキルのでちょ遅いよねっていうのと僕このゾロのスーツゾロ何が嫌いかっていうとスキル1打った後にあ違うスキル1かスキル1打った後アングル取られるのすごい嫌いなんですよね。だこのタイマーになりますと、しっかりとダズーのねダズーのメダル効果によって火力がお前白ひげ状態やんけお前やめてくれ6オーガン一発無駄にした。ただまあミスター5の効果によってまあスキルにもある程度短縮できますよとルッチの相性も噛み合ってねそれもやっぱいいんじゃないかなと思います。なんであとはしっかりとダズーのしっかりとダズーの遅い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 しっかりとこういうタイマンとかになると結構ねダズーのまあメダル効果が発揮しましてこれちょっと貫通スキルでまずぶちこうとしっかり受けてくやんめちゃめちゃしっかり受けてくるやん。まあこういう1人お宝以内に1人になるとダズーのねまあこういう何メダル特性が発揮されて火力も上がっていきますよという。で今旗もずっと有利な状況なんですけどもねそれ遅いんだよソップはい、まあ、スキルにもある程度ね普段より早くたまりますよというかかなり相性いいんじゃないかなというね思います。さあここちょっとブースト中なんでしっかりとちょっと攻めてあそこの明るちも引け引けさせないはいオッケー強いマジ強いやっぱねダズーのね、まあ、メダル効果がかなりね相性いいんじゃないかな通らせないようん、てか、なんか、すげえ、
何ダズーダズーって何バズーみたいな、ね、言い方してますけど、バズライトイヤーかみたいなね、うん、じゃあウッディはどこだっていう話してるんですけれども、はい、ここしっかりとズコ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 、何ただこのちょっと待って、おでんだけ逃がしたくない、おでんだけ逃がしたくない、ロックオーカーナイスおー、なんかしかもおまけで一匹倒した、うん、マジで火力高いよな。これだいぶ火力、今もお宝エリアは僕一人ぼっちだったんで、はい、まあ普段の僕みたいな感じになってるんですけども、まあ、こちらでこれでしっかりとズコズコ、これよろけ向こうないロジャーはね、正直ある程度いけますんで、はい、よろけあるからきついだけだ、危ない、オッケー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 、よろけないよろけない、もうめっちゃ邪魔やん、それ待って、おう、怖い、ジャストゴイス、ジャストゴイス、あ、終わった、さよなら、あ、ごめん。はい、ということでね、まあ、最後はこれも勝てればいいんで、上敵さん3人いるんで下3点ここだけ守りきれば OK 勝ちですね。うんっていうところで、まあ、ここ落ち着いて OK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  ルームの方が早かった、危ねえ、死ぬとこやった、まあ、しっかりと下3点守ってきゃ、1人こっちで1人1点をまあ下3点守っていく感じだが、しかし、まあ、こっち来なさそうなんであっちで大丈夫ですね。 OKOK、かなりルッチとね相性はいいんじゃないかなと、メダル相性がね、ぜひちょっと皆さんも試して使ってみてくださいと。 OK、 これで勝ちですね。 OK、 はい、シュ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 ということで、今回ねペローナちゃん使っていきたいと思います。メダルはミスター15ミスゴールデンウィークでねやってまいりました、お願いいたします。まあ、コンセプトしてましては、しっかりとミスター5とゴールデンウィークによって、まあ、音カラー数が多かれ少なかれスキルにを短縮してくれますよっていうのと、まあ、ダズの効果によってこの、ね、ネガティブゴーストの火力をぐんと上げて、まあ、ここからひたすらに、はい、OK。サイズネガティブよ、ルーム張ってるけどあいつネガティブよ、ロジャー、ロジャー、あいつ倒せるよ、ロジャー、ロジャー、あいつ倒せるよ、ロジャー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 、あれ倒す、ロジャー、倒した方が良かったんちゃうの、うん、まあ、こういう感じでひたすらこのネガティブゴーストをぶちまけていこう、ただそれだけになります、お願いいたします。で火力もまあまあまあ高いよね普通にで、まあ、ペロの効果によって自チームにいればスキル2の短縮もありますんで、まあ、非常に相性がいいと、はい、いうところなんですけど、このチョッパー今混乱で操作してたね、ネガティブ、あ、おかえりゴースト、はい、かえりゴースト、んーでおでんだけはマジですこぶるきつくて、ちょっと待った、このこと止められねえぞどうしてこのネガティブだけちょっとしっかりとペチッと当て、やばいやばいやばい、オッケー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 、さあただここでお見舞いのネガティブゴーストちゃん、オッケー今当たった、オッケー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 、しよしよし見たか、これがゴーストの力、ネガティブになれば皆無力というところで、はい、ここでちょっと裏取り盛んだな、何裏取りめちゃめちゃ、いや、しゅ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 、危ない危ない危ない、さあここでしっかりとネガティブゴーストちゃんを毎回ぶちまけてって、オッケーオッケーオッケー、んー、ちょっと逃げろ、やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ、危ない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 、なんか耐えてるなんか耐えてるありがとう。さあここから今度は僕がねしっかりと援護していこうかなという番になります。はい、かなりこの普通にスキルにめちゃくちゃ火力高いんで当たった場合で、そっからネガティブで倒しちゃうから、あいつはもう無力なんだよ、やっちゃえやっちゃえやっちゃえ、ナイスレッツゴー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 と、はい、まあ、あとはペチペチするだけなんだけど、マジネガティブほんと強いよな。さあここで、いや、あいつこんなんで操作してくんよな、うん、まあ、ただ、まあ、しっかりと火力をぶちまけていくっていう意味でも、ここのね相性がかなり良いと、ダズの効果によっても、めちゃくちゃね火力が上がってますんで、まあ、それもねちょっと誰か裏取り来てるんだけど、ちょっと裏取りがちょっと誰かによっては、僕はもう守、おでん、おでんはもう無理だ、ごめんおでん無理だおでんは守れねえ、申し訳ねえ、うん、ちょっとここネガティブにだけしてちょっと撤退するか、よっよっ、な全然なんねえじゃんってことでね、まあ、裏はシャンクさんやっていこうかなと思います。まあ、ネガティブゴーストチャン作戦、まあ、非常にねこういうステージとかだとかなり強いんじゃないかなと思います。まあ、裏取りあんな坂に来られたらちょっときついところはあるんだけれども、まあここからちょっとシャンクスしっかりと全員ぶっ倒していくから、よろしくお願いいたしますと。 OK、 わ死んでない、全然やられてない、うん、でこれもあとちょっともう不意には多分味方さん倒してくれると思いますんで、ここ全員ちょっとまとめて、赤犬、赤犬いいです、マクさん、わわわ、しかもマムも生きてるし、危ない危ない危ない、わあ、地獄のような地獄のような攻めシャンク、お疲れ様でした。はい、お願いします。ということでミスター51ダブルフィンガーでねやってまいりますす、お願いいたしますと、うん、まあ、しっかりとね火力を上げつつ6を頑張っぱなして、旗を抜いていこうというね、ここでしっかりとまずぶち込んでって、オッケーオッケーオッケー、でまずしっかりと火力を上げていく、うん、でしっかりとこの、ルッチのやっぱ強みである、まあ、こうなんか謎に落ちちゃって、どうしような、こいつ、こいつはちょっと火力奪われるんでやめます。まあ、しっかりとこのルッチの強み、アタッカーもゲッターもどっちもいけちゃうよっていうねところを生かしていけたらなと思います。6号ガンが強い、さあこれ吹っ飛ばしあるのがほんまに優秀で、
うん、でここしっかりと燃やして痛いよこれ、ああしかもそれ、ああ火力チャラになっちゃった火力なっちゃった、しっかりと取り戻してて、はい、しっかりとあの輝きを取り戻すと、はい、椿、はい、ラックス、オッケー、しっかりとここで火力輝きを取り戻していくと、うん、で、ね、この髪もね強い、髪ももさもさなんでね、まあ、シャンプーの CM とかにも結構ね、いいんじゃないかなと思います。頑張っていきましょうと、うん、でここまず火力をまずどんどんね上げていかないとっていうところなんです。この状態だとちょっとめちゃめちゃダメージ入る。さあまずしっかりとズコ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 火力を上げて、火力を上げて、やばい危ない、危ない危ない危ない、死ぬとこやった、熱めちゃめちゃ、またそこ取られてか、うわーこれね坂登んないよなこう坂登んのむずいよな。うんね、まあちょっと気を取り直して、またか危ない、火力をちょっと取り戻していこうと。オッケーオッケー、おでんはマジいける、そっちじゃないおでんはいけるから、ちょ落ちて、おでんいける、おでんはねマジ、そっちじゃないちょおでんもどこ攻撃してんのそれ、オッケーオッケーオッケー、そこしっかりと攻めて、危ない世話しないんだけど、あまだこれ白ひげ状態いつ、俺危ねえ世話しなめちゃめちゃ、さあおきくちゃんすげえ、ああしかも火力じゃないな、すげえなんか大きくちゃん一瞬で逃げられたんやけど、そんなダメ、ここ髪の毛さすがにあれ不衛生ということで、ここはちょっと頑張ってちょっとルフィを倒したくて、お疲れ様でした。はい、ということでね、エマ裏はね、ロックン使っていこうかなと思います。まあ、ただ、まあ、シンプルに、火力を上げる、そして、ロックオーガンを貯める、そして、ゲッターモードになって、旗を抜くっていうところで、はい、OK、ズコズコと。かなりね、メダルとしては、ルッチと相性いいんじゃないかなと思います。で、ここしっかりと逃がさないよいと。はい、OK。いや、お逃してもらう、強、かっこいい、最高。よし。今シーズン頑張ってね、鬼ヶ島ロートキット使って、まあ、割と上位に行けたらなと思いますんで、ちょくちょくね、頑張ろうかなと思います。まあ、なんか、割と、まあ、ほんと短い1時間ぐらいだけど、これ、裏取りくんね、短い1時間ぐらいでもね、生配信でリーグ戦とかやれたらなと思いますんで、ぜひお付き合いください。ということで、ここ、OK、ここでしっかりとブーストしてって、野郎強いよな、普通に。うん、で、まあ、いい感じでね、スコアを稼げて、よかったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。